伊丹市立伊丹スポーツセンターは、日本の兵庫県伊丹市にある、運動公園と敷地内に立地する、スポーツ関連施設群である。運営は指定管理者制度に基づき、公益財団法人伊丹文化、スポーツ財団が行っている。伊丹市の市政志向当初は西台に市民グラウンドが設けられていたが、1968年に実施された阪急伊丹線の高架化に伴い、 阪急電鉄がグラウンドの敷地を買い取って跡地に阪急伊丹駅を移転させた。そのため、1972年に市民グラウンドの代替施設として、四北西部の河野池に伊丹スポーツセンターが開設された。施設は体育館、室内プール、陸上競技場、野球場、テニスコートから構成されるが、開設から40年以上が経過して、 施設の老朽化が進行していたため、体育館では2016年から2017年3月まで耐震補強工事が実施された。施設の管理運営は、同名の公益財団法人伊丹スポーツセンターが行っていたが、同財団は2017年4月に伊丹市文化振興財団と合併し、伊丹文化、スポーツ財団となっている。いずれも1972年春工。 バスケットボール、またはバレーボールでの使用は2面、バドミントンでの使用は6面。1階に、剣道場、2階にトレーニングルーム、3階に、卓球場と柔道場を設置。築40年以上が経過して老朽化が進み、耐震性に問題があると診断されたため、2016年7月から2017年2月末までの、予定で利用を休止し、耐震補強工事が実施された。 日本陸上連盟第4志向人競技場全面クレー舗装。J リーグビッセル神戸が2006年に設立したユースチームの痛み U-15 が本拠地として使用しており同クラブのサッカースクールが開設されているまたアメリカンフットボール X リーグでは第3部の関西地区公式戦が開催されている観客席は2002年のサッカーフィファワールドカップで会場となった 神戸ウィングスタジアムの仮設スタンドで使用されていたものを譲り受けて再利用し現在の規模に拡充された。プロ野球の公式戦開催実績はないが社会人野球では広く利用されており2009年に全日本クラブ野球選手権大会で優勝したトータル阪神の本拠地球場としても使用された。また関西地区大学準公式野球トーナメント大会の 主会場としても使用されている。グラウンドは線形でなく五角形に近い形状をしており、両翼が100メートルとプロ公式戦規格を充足しているのに対してセンターが115メートルと狭くなっている。スコアボードは会場当初から手動式のものが使用されていたが、2010年にリニューアルされて LED 式となり、この際にカウント表示がサボ順から 国際規格のビソ順へ変更されている。なお、リニューアル前からオーダーの表示欄は設けられていない。人工芝13面。かつては一部、クレー補装のコートが設けられていたが、後に全面が人工芝となった。阪急伊丹駅前、バスターミナル2番乗り場、もしくは JR 伊丹駅前、JR 伊丹停留所2番乗り場から、伊丹市バス1から3系統。 荒牧原公園行きに乗車、スポーツセンター前停留所で下車。ありがとうございます。